で、これはうつ伏せで、これは仰向けです。で、まあ、どちらでもそうだ、ここが耳の奥なんですよ。これが耳でね。ここに耳の奥の個室っていうところがあるんです。で、これが右と左と差が出てくる。これ右も左も同じぐらいの感じの白さ加減じゃないですか。こっちで見てもそうだけど。と、末梢性のその中枢性前庭疾患だったら、悪い方がもうもっと真っ白系になっちゃう。だからまあ、まあ、匂い嗅いでもね、ないと思ったけど、まあ、脳から来てる中枢性前庭疾患かなと思いました。まあ、歯はだいぶ悪いですね。まあ、しょうがないよね、これね。しょうがないです。ちょっと胸を外して、でこれが胸の背中の方から撮ってる胸と横向きの胸です。どうしても歪んじゃうんで、こちらの方が横向きの方が分かりやすいかな。気管があって、これが心臓です。で、心臓は胸の大きさに比較して、まあ正常よりちょっとだけ大きい。ちょっとこの幅が広いから、猫ちゃんってもうちょっとスラッとしてるから、まあ普通の子を例えば10とすると12か13ぐらいあります。ただ肺は綺麗です。からこれ血管、大動脈、ここから心臓から出てくる一番太い血管ね、心臓に帰ってくる一番太い血管はこれ高大静脈、綺麗です。から気管はまあちょっと、まあ太さは悪くないと思いますね。ただまあこういうところの骨を見ていくとね、なんとなく年取った感じです。切開ついちゃって、これは老齢化ですね。から頸椎、胸椎、腰椎、そうするとここまで綺麗ですよ。変形性の、あの骨関節症なんだけど、ここね、ここさ、下にちょっと山が出てる、これ変形性骨関節症、骨棘ってやつ、骨のトゲで、これがだんだんこういう風になってきちゃうと、うまく歩けなくなってきたり、でもまあなってる子、こうなってる子いますんでね、15歳でも、まあしょうがないです、これぐらいは。ただお腹の中がですね、もうめちゃくちゃ痩せてるもんだから脂肪がない。そうするとね、こういうふうにすりガラス状に見えるんです。ほんで胃のガス、腸のガスがやたら強調されてると。うんちは下痢はしてないんだ、この子。下痢はしてなくて、で結局いつだったっけな、多分ここに夜中にちょっと電話して、あの時が電かったんだね。いつ、それまでは本当毎日出てたけど、不綺麗なやつだった、そっからは一回その時に便秘で電話する時の夜夜中に出て、その時はちょっと下痢でした。下痢になって、でその後は1日おきに1回うんこが出る。それは形はある。形はね、あのこういうここ、こうコロコロコロと、まだひっついてる感じ、あんま食べないんで、多分そういうのかな。なるほどね。まあだから、あのちょっとガスは多少あってもいいけど、こんだけガスがあるとさ、多分消化器の機能、胃とか腸の機能、消化器って言うと胃腸だけじゃなくてさ、肝臓とか膵臓とかね、そういった機能が落ちてるんじゃないかなと疑われる所見です。とにかくもう肝臓のラインがわからない、要はガラス状になって脂肪がないもんだから全然わからないというのが異常です。